前回の、あらすじ。登場の仕方どうなってんだよ。砕けたのが再生ですね。そんぐらい見ればわかるわ。ということで前回は、日本戦第3章、文文を倒し、霊夢が日和りました。黙っとけ。てか前回のネタ使うな。こんな感じでなんやかんやあって、文文倒したことしか言ってねえよ。それと霊夢が日和ったことだけだよ。それはもう言わないでくれ。まあなんやかんやあり、お宝をすべて集めました。では本編。前回のあらすじ今回長いな。少しでも尺を伸ばそうと思いましてね。最近ネタ発言が多くなってきています。現在やっているステージは、霊夢さん解説お願いします。はい、黙るなよ。まあ念願のフィーバーですね。お前やりたかったのかよ。まあ勝てるわけがないんですよね。それは危険だな。そんなん使ってるやつ今もういないわ。本当だよ。パオンだろ。お前もちげえよ。まあ当然のように負けました。ただの時間の無駄。ピン。あのさ、毎回私がボケたらカットで飛ばさ、今のはボケてないだろ。いや、マリサが言うことは全てボケだよ。そしたらツッコミになってボケボケゆっくり実況になるだろ。なんだよ、ゆっくり実況って。そこじゃないだろ。マリサ、なんだよボケレイムって。そう入ってないし、お前はボケだろ。まあということでこんな感じでね、たまにレジェンドやっていきますね。しかもうすぐ10周年だな。2ヶ月後だよ。今回は未来戦の記念の大津まで行きます。ちゃんとそこまで全てお宝を集めますのでご安心を。お宝集めたのかとすると2時間くらい時間がテストルーだな。まあうつ虫が頑張るので平気。ということで、高須砂漠を攻略しました。あとちょっとだったからカットしなくてよかっただろ。一年の大津やってまいりました。てかなんでこんなスピードアップ持ってんだよ。買いました。え？買いました。え？猫缶もったいないよ。質問を質問で返すな。質問を質問で返してねえだろ。新年の大津やっていきましょう。無理やり話変えすぎだろ。話変えすぎましたね。話は変えすぎてないよ。ここは新年の大津。新年の大津言いすぎだろ。ここは新年の大津。あ、もう一回やんのね。ここは新年の大津。いやそのまま続けろよ。じゃあ一回黙れよ。すいませんでした。ここは新年の大津。ほんと計算いい加減にしろよ。お前ひねりつぶすぞ。ここは新年の大津。エイリアンカオル君が出てくるところ。それだけかよ。てめえが何回も私が言うこと遮るから期待強まったんだろ。だからなんだって話だな。なんだろその顔。追いつかせるのやめてもらっていいですか。かけたくなっちゃった。ということでエイリアンカオル君までカット。ということでカットしました。その報告いらなかっただろ。何も言うことがなくなったので、じゃあ無言倍速しますか。ということで一回無言。ここで近づくみたいに出しました。これ頑張ればみたいで永久停止できるんじゃないか。これはダメみたいだな。てか前回の次の動画はパソコンの方じゃないのか。ああ、あれね、動画からたまに出すようにします。諦めたらそこで試合終了だよ。試合してないんで大丈夫です。カット。こんにちは、ゆっくりレイムと。ゆっくりフランダゼだよですわ。なんで急に挨拶始まったの。あと語尾渋滞しすぎだろ。あ、そういえば挨拶してないじゃんと思いまして、挨拶は今やることじゃないだろ。ということで、お宝を新年の大津まで集めました。次回予告。次回はストリートファイターコラボ。この動画を出すときすでに2日目。黙れ。まあ次回もちゃんと未来編攻略しますのでご安心を。次回、追いつきがどうした。